ミレバ・マリッチは、アルベルト・アインシュタインの中リ非公家大学時代の学友であり、後の最初の妻である。ミレバ・マリッチは、1875年12月19日に、オーストリア・ハンガリー帝国のキテルの裕福な家庭に、ミロシュ・マリックとマリア・ルーズイック・マリックとの三人兄弟の、長子として生まれた。誕生の直後、父は軍役を終え、ルーマ、後に、 ザグレブの法廷に職を得た。彼女は1886年に中等教育に進み、ノビサドの女子高等学校に通ったが、翌年、スレムスカミトロビサの高等学校に転校した。1890年から彼女はザロイヤルセルビーングラマースクールインサバックに通い始めた。1891年、ミレバの父はミレバを特別にザグレブにある男子校の ロイヤルクラシカルハイスクールに入学させる許可を得た。彼女は入学試験に合格し、1892年に10年生として入学した。1894年2月には物理学の授業に出席する特別の許可を得、1894年9月には最終試験に合格した。彼女の数学と物理学の成績は最も高いものだった。その年、 彼女は重篤な病気を患い、スイスに移住することを決意した。そこで彼女は11月14日からチューリッヒのガールズハイスクールに通い始めた。1896年には卒業試験に合格し、1学期の間チューリッヒ大学で医学を学んだ。1896年秋、ミレバは数学の入学試験に6点満点中4.25点の評価で合格し、 中立飛行科大学に転校した。彼女はアルベルト・アインシュタインと同時期に中等学校で数学を教えるために学位コースに進んだ。彼女はこのコースの6人の生徒の中の唯一の女性で、またこれまでで5人目の女性であった。彼女とアインシュタインはすぐに親友になった。10月、ミレバはハイデルベルクに行き、 ハイデルベルク大学の1897年の98年冬、楽器の物理学と数学の講義を聴講生として受講した。1898年4月に中立ヒ工科大学に戻り、微分析文学、画法幾何学、社営幾何学、力学、理論物理学、応用物理学、実験物理学、天文学等を勉強した。見ればは、 同じコースの他の学生よりも1年遅く1899年には中間学位試験を受けた。彼女の平均評価は6点満点中5.05点でこの年に試験を受けた6人のうち5番目の成績であった。1900年、ミレバは最終教員資格試験において数学で2.5点しか取ることができず平均4.00点で不合格となってしまった。 アインシュタインは平均4.91点の4番目の成績で試験に合格した。ミレバは1901年にアインシュタインとの間の子供を妊娠し学問を中断させられた。妊娠3ヶ月目に彼女は再び学位試験を受けたが成績を向上させられずに再び不合格となった。また、ハインリヒウェイバーの下で博士課程のテーマに発展させようとしていた論文の 執筆も断念した。彼女は、ノびさどに行き、そこで1902年のおそらく1月に、リーゼルと呼ばれる娘を出産した。彼女の生涯については分かっておらず、おそらく1903年番かに死亡したか、養子に出されたと思われる。中央が、ベルンのアインシュタインハウス。アインシュタインと、ミレバは、 ここの2階で1903年から1905年まで暮らした。1903年、ミレバとアインシュタインはスイスのベルンで結婚し、そこでアインシュタインはスイス連邦知的財産庁の職を得た。1904年には息子のハンス・アルベルト・アインシュタインが生まれた。アインシュタイン一家はアインシュタインがチュリッヒ大学での教職に就く1909年までベルンで暮らした。 1910年、二人目の息子、エドアルト・アインシュタインが生まれた。1911年には、アインシュタインは、プラハカレル大学で教弁を取ることとなり、一家は、プラハに移住した。一年後、アインシュタインは母校の教授に迎えられ、一家は、チューリッヒに戻った。1913年7月、マックス・プランク・トバルター・ネルンストは、 アインシュタインにベルリンに来ることを要請した。彼は受諾したが、それがミレバの苦悩の原因となった。8月、アインシュタインは息子のハンスを連れて、マリキュリーとその二人の娘と一緒に休日の旅行をしたが、エドアルドの病気のため、ミレバは一時的に遅れて参加した。9月、アインシュタイン一家は、ノビサドの近くのミレバの両親を訪ねた。この日に、 彼らは、ウィーンを訪れ、ミレバは息子たちに、聖教会の洗礼を受けさせた。ウィーンの後、アインシュタインは、ドイツの親戚を訪ねたが、ミレバは、チューリッヒに戻った。クリスマスの後、彼女は、ベルリンを旅行し、1914年4月の引っ越しに、祭祀、宿の面倒を見てくれる、フリッツハーバーのところに滞在した。アインシュタイン一家は、3月末に、 チュリッヒを立ち、ベルリンに向かった。その途上、アインシュタインはアントワープのおじを訪ね、その後ライデンのポール・エーレンフェストとヘンドリック・ローレンツを訪ねたが、ミレバは子供たちとロカルノを旅行し、4月中旬にベルリンに到着した。1912年から彼らの結婚生活は困難なものになった。この年の春、アインシュタインはいとこのエルザレーベンタールと再会し、 その後彼らは定期的に文通し始めた。ベルリンに行きたがらなかったミレバはこの街で徐々に不幸せになっていった。ベルリンに住み始めてすぐアインシュタインは彼女が彼の元にいようとすると過酷な条件を主張した。1914年夏、ミレバは息子たちとチューリッヒに戻り永遠に別居することになった。アインシュタインは弁護士の下で 毎年給料のちょうど半分にあたる5600、ライヒスマルクを3ヶ月ごとに送るという約束を行った。二人は1919 19年2月14日に離婚した。アインシュタインが近いうちに受賞することが予想されたノーベル賞の賞金については、二人の息子のための新宅とし見ればはその利子を使うことはできるが、アインシュタインの許可がなければ、 元金を取り崩すことはできないという条件で、時短が成立した。6月に、アインシュタインが2番目の妻と結婚した後、彼は子供たちの未来について、見ればと話し合うために、チューリヒを訪れ、療養のため、ハンスは、ボーデンコ、エドワルド・アローザーに連れて行った。1922年、アインシュタインは、自身が11月に、ノーベル賞を受賞するという連絡を受け、 賞金は1923年にミレバ2条とされた。この賞金でチューリッヒに3軒の家が購入され、ミレバがその一つに住み、残りの2軒は投資に回された。後にチューリッヒ工科大学教授となるゲオルグビウシュの家族がその1軒を借りた。1930年代末、チューリッヒ大学で統合失調症と診断され施設に入れられていた、 エドワルドの治療費が高騰し、2件の家を売らざるを得なくなった。1939年、ミレバは住居となる家自体を失うことを防ぐために、その所有権をアインシュタインに移譲することに同意したが、委任状をもらった。アインシュタインはエドワルドと彼女自身の生活のために、継続的な現金の送付も行った。ミレバは1948年8月4日、 72歳の時にチューリッヒで死亡し、ノルドハイム墓地に葬られた。アインシュタインと見れば、1912年、見ればが、アインシュタインの初期の研究、特に奇跡の年の研究に関わっていたか否かについては、多くの議論がある。物理学史家の間のコンセンサスとなっているのは、彼女は重要な貢献はしなかったというものである。ただし、 彼女が一定の役割を果たしたと考える専門家もいる。ミレバがアインシュタインの初期の研究の協調者になっていたという主張は主に以下の証拠によっている。ミレバがアインシュタインの理論の構築を助けていたと考える強い証拠はない。二人の息子ハンスはアインシュタインと結婚する際に母は科学者の夢を諦めたと語っている。アインシュタインは 1920年代に入ってからも非常に成果の多い科学者であり、1914年にミレーバーと別れてからも長い間、非常に重要な研究を生み出している。一方、彼女は論文を発表することはなく、アインシュタインの友人や同僚からも研究に関わっていたとは言及されていない。そして、何よりミレーバー自身がアインシュタインの科学的な業績に関わったと主張した。 こともなければ、最も仲の良かった親友のヘレーネ・ソビッチとの手紙の中でほのめかしたこともなかった。ノルドハイム・墓地の記念破壊し、ノビサト大学の教像を2005年、ミレバはチューリッヒ工科大学とゲゼルシャフトズ・フラウマンスターによって名誉表彰され、彼女が暮らしていたチューリッヒの家にメモリアルプレートが設置された。同年、 通っていた高校のあったスレムスカミトロビツァに共像が置かれた。また、ノビサド大学にも共像がある。故郷のティテルには彼女の名前にちなんで名付けられた高校がある。彼女の死から60年後、彼女が亡くなったチューリッヒのかつての病院にメモリアルプレートが設置され、2009年6月には遺体が埋められたノルドハイム墓地に記念破壊師が捧げられた。 1995年、セルビアで、ドラオーガナブックミロビッチによって、ミレイバ・マリック・アインタインという著書が出版された。この3年前には、ビーダ・オグンジェニビッチが、後に英語にも翻訳された、演劇ミレイバ・アインタインを上演した。ありがとうございます。